こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響きです。本日は河内9000、はい、ということで河内ですか。かわいい。これでやるんだよ。はい、河内、はい、9000、はい、いきますんで、はい。まあ男子もねかっこよく着れる河内にしております。はい、ということでいいね押していただいた後で最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、行ってみましょう。カワチですね、カルバンクラインの、まあ、ポスターというか広告を、うん、まあ、当時カーミットいろんなものをサンプリングっていうかパロディしてましたけども、はいはい、そちらのカルバンクラインバージョンですね、はい、でチェンジーズでしょこのボディ。はい、チェンジーズ。サイズは XL。 なかなかないんですよこれ。だいたい L。 あと白っていうのがね、うん、そうそう言おうと思ってたの。そうそう、実は少ない。ホワイトが意外と少ないよね。少ないですね。薄緑みたいな、うん、そうですね。あれもあれでいいんですよ、うん、とても味わい深くていいんだけど、ホワイトの XL ってねズバでないの。うん、実はこのブッサイクなカエルがね、うん、まあブッサイク、まあまあ、この憎めない、うん、多分実在でこう友達とおったらごっつイラッとするんでしょうけどまあ可愛いですね。可愛い、うん、ということで男女ともに着用していただける、はい、XL です。はい、おすすめ、おすすめ。カルバンクライン男子ぜひともゲットしてください、はい、お願いします。大体みんなカルバンクラインでしょ。まあ僕もそうですしね。僕もそうですよ。はい、次、これ何のパロディやったかな、はい、笛さん、書いといて、入れといて、元ネタ。ということで、Eタグついてます。アンビルの XL 袖シングルの裾シングル、完璧ですな、うん、これに関してはよく見ると可愛いんだけどちょっとかっこいいというか、透明だとね、カーミットドンじゃないんだね。全てを兼ね備えたT シャツで、うん、僕もかっこよく、これがね何のパロディで元ネタかこれでね、これでどうこうどうこう言いたかったんですけど分からないんで、笛さんお願いします。お願いします。はい、これも可愛いね。ウッドストック1969、これもなんか何度かここ数ヶ月で販売してますけど、どうなのかなと思いながら出してますが、皆さんデザイン一目惚れで言ってくれますね。うん、サイズが L ですが比較的大きめです。はい、で TM って入ってたりとか、プリントのね感じもちょっと温かみがあっていいんですよ。うん、このなんかクリームっぽい色味とかね、かわちっていうことで、おしゃれに着るもよし、はい、ちょっとまあ逆に他のこの T シャツ以外のアイテムをクールにまとめて外しで着ていただくもよし、うんうん、キャラものほど可愛すぎずで、そうですね、本当に洒落てる一着です。洒落てる、こういったものも今年の夏はいっぱい押していきたいと思うので、そうですね、良さ分かってくださる方、うん、お願いいたします。お願いします。はい、アリス、アリチェンじゃないですよ、はい、アリスですよ。不思議の国のアリスから猫ちゃんです。猫ちゃんで、これフロントこのデザイン、バックこのデザインで、ホワイトが主流なんで、はい、ブラックあんま見たことないって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、ブラックもございます、はい、でこれもね3パターンあるのかな。バックプリーズか、いや3回再販されてるのかな。ははは、ちょっとごめんなさい、あくまで僕が見てきた中での判断なんで、はいはい、あれですけど、これが初版なんですよ、黒ボディでいうところの、はいはいはい、で2発目がバックプリ変わるんですよ、はいはいはい、白桃も次続くんですけど後ろ見して、はい、バックプリ一緒なんですよ、はい、で2発目がバックプリ変わって、3発目がボディも全然変わって、フロントプリントの下の白の色がなくなるんですよね。プリントのカラーすごく暗くなるのが3発目なんですよ。でごめんなさい、この2発目と3発目はもしかすると逆かも。だけどまあいわば黒ボディで半袖で、このシャムネコ、はい、シャネコや、シャネコ、はい、シャネコやシャムネコって何だっけ、えシャムネコって種類か、何でもいいよ、猫アレルギーやからっていう感じで、このシャネコのブラックでは僕の中では初版となってます、うん、サイズタグ飛んでますが XL です、はい、これはグレートランドオープン当初にホワイトも常売れで、うん、なかなかちょっとヴィンテージ T シャツ販売苦戦してた当時のグレートランドの中でも特に人気が高かったです、うん、で特に春夏需要が高まる T シャツですので、まずはブラック、次ホワイト待ってますけども、はい、ブラックの方が玉はちょっと少ないかな、そうですね、ってな感じになっております、うん、はい、お探しだ
った方はぜひ、なかなか最近見かけません。あとフェイクも出てます、うん、お願いします。じゃあ白、はい、こんな方だったんでいいでしょう、可愛いでしょう、白です。はい、あの結構女性受けいいらしいです。あ、でホワイトはシングルステッチです。なのでホワイト一番先ですね、うんうん、そこからブラックが出てとかなってるという認識です、うん、疲れました。エクセルです。はい、エクセルです。はい、もう本部長もよきよき、うんうんうん、プリントもそこで薄くなってなくてちょっと馴染んできた、はい、いい、そうですね、塩梅、塩梅ですね、でございます。カワチーですね、カワチーでございます。最近なんか女性にもヴィンテージ T シャツのがあるんで浸透してきたみたいで、ああ、まあまあまあ、まあ、完全に女受けなんて度外視したヴィンテージ T シャツライフから、はいはい、ちょっとずつこう女受けって言ってもさ、やらしいんじゃなくて、はい、奥さん受けとかね。ああそうですね、いいですね、それは。もうわけのわからん、なんかブート100万で買うてきたって言ったらもういいから追い出されるけど、ね、俺は例えばまあちょっとの嘘ついて、ちょっとだけ、ちょっとの嘘ついて、うん、お前も来たらええやん、古いやし別にヨーグルトって気にせんでいい、別にこんなんちょっと幼稚園のお迎えとかで、俺はあの去年こうだったあのシャネルのカバンにこれになんか10万円だかっこええんちゃーんとかってなんか言ったら大丈夫と思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、はい、次です。はい、バックポイントこちら、盛り上がりましたね WBC、はい、野球やってよかったんですけどサッカーなんですちょっと前にワールドカップがね、はい、はい、ですけど、まあぶっちゃけこれがじゃあ野球よりかはサッカーの方がいいと思うんですよ。いいと思うんです、うん、かわちいでしょ、うん、ほらないんちゃう、すごいでしょ、珍しいですよ、太ももたくましい、はいはい、これかわいいよな、これはかわいいですね、うん、フロントはシンプルな感じで珍品ですね、めったにないですよ、もちろんオフィシャルです、ブートではございません、はい、ってことでこれね、なんかスノボーのやつとかいろいろあるんですよ、バックプリスケボーのやつとか、あ、そうなんですか、うん、知らなかった、サッカーは初なんですよね、僕、うん、ってことでお願いします。サイズもいいです、はい、もちろん、はい、かわいいといえばやっぱり皆さん琵琶法師じゃないですか、はい、琵琶法師、そのうち琵琶法師 T ってメルカリに出されることを祈ってるんですけど、あ、そうですね、琵琶法でもいいんですけどね、あると思って、はい、なんか海外の法師オブ琵琶そう、はい、ということで琵琶法師です、サイズが、はい、L、ジャイアントの L、うん、コンディションいいですね、はい、L ですけどこれは結構いいサイズですよ、うんうん、いい、はい、良き、はい、でコンディションがとにかくいいので、うん、まあ可愛い、うん、レッチでも入れてくるっていう感じで、はい、お願いいたします。はい、ラスト2スマイル、うん、ブート、これ結構有名なブートです、はい、両袖ニルバーナフロントスマイルドンニルバーナ、うん、まあ最近ねそのブートの線引きって何なんだろうかとかね、ブートの相場ってどういう風にっていう中でやっぱりこうメジャーなブートと非メジャーなブートというか、はいはいはい、なんだそれっていうブートもあったりだとかってなってくるとも相場がないのでもう付け放題になっちゃうわけですけども、うん、これは有名なブートです、はい、もうもはやほぼオフィシャル、スタメンがオフィシャルであればベンチぐらいの立ち位置です、はい、でも高いです、うん、やっぱり両袖がっつり入っててこの、ちょっと濃いめのイエローでニルバーナっていう、もうほぼほぼオフィシャルに近いんですが、うん、ブートです。まあそのやったら僕が今これ着てるやつもブートですからね。しかもロンティーですけど、袖切られてますからね。あ、それロンティーやった、はい。僕が切ったんじゃないですよ、これ。袖、はい、切ってないやつもあるんですけど、その辺も全部ゴールデンウィーク。まあ気に入ってますので、リップ様はカードのバッグ300万ぐらい上げてお待ち、うん。まあリップさん300万のバッグもクソないな。バッグもクソもないですね。そうそうそう。もうアタッチせんで切れるな。うん、左右からして切れるわ。ということで、まあそんな冗談もさておき、デリカシーのね、冗談もさておき、これあの非常に人気高いです。はい、なので結構探されてる方も意外と多いんじゃないかなと、うん、でまあオフィシャルにやっぱりこだわられる方からすると逆にうんどうなんやろって感じではあるんですけども、これは可愛いんで、可愛い、で大体片袖なんですよ、あ、これ両袖っていうのが、ね、そうですね、珍しいということでお願いいたします、はい、サイズ感もいいんでね、良いですね、はい、はい、パタゴニアから一着、はい、可愛いですねこれ、ライディングマニアって感じ、うん、乗るっていうのはこれ色々見ます、 A lot of kids want to be hard and a lot of girls want to dress all trashy、難しいですね英語って難しいですね英語って本当に難しいですね、あのそんな僕でも買い付けできるから大丈夫ですよ、はいはい、学生さんは絶対英語勉強してください、あの友達100人ほんまに増えますはい、ということで僕の大好きなパロディ T ですね、パロディ、はい、これは秀逸ですよ、うん、ちょっとグレートランドのロゴで使おうかなと思ってます、あ、マジですか、はい、ちょっとロゴ変えたいんで、まあまあまあいいんじゃないですかね、はい、ということでそんな一着、はい、グレートランドの元ネタになるかもしれない一着ということで、はい、まあでもあのこの辺ほんまに世界的に相場上がってるんで、いいなと思った方はぜひとも買ってください、はい、そのうちノリで買えないというか、はい、まあこういうのにもまあなんかもう僕ら全然有名なねファッショニスタの方がこう価値を見出し出されたりしちゃうとドーンと跳ねちゃうんで、うん、その前にどうぞってことです、それぐらい素晴らしいデザインだと思います、はい、ということで本日も9着カワチーでご紹介させていただきました、はい、本日夕方夜6時から店頭にてご試着およびご購入が可能、はい、夜9時からオンラインストアにてお買い上げいただけます、どれが一番カワチーやった、いやまあもうカーミットかな、好きですね、僕はもうあのパタゴニア一応です、ということで最後までご視聴ありがとうございました、ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした、バイバイ。